米国ビザ免除プログラム参加国その他のビザ、免除国大統領令によって永住権保持者を除き入国禁止ビザ免除プログラムとは特定の国の市民が90日以内の観光、商用目的の場合にビザなしでアメリカ合衆国への渡航を許可するアメリカ合衆国連邦政府の査証プログラムである。すべてのプログラムのすべての参加国は 先進国とされる高い人間開発指数を持つ高所得経済国である。アメリカ合衆国への入国を希望する渡航者が VWP の下でビザ免除の資格を得るためには国土安全保障長官が国務長官との協議のもとに指定するプログラム参加国の市民でなければならない。指定国の永住権保持者は別の指定国の市民権を持たない限り資格を与えられない。 プログラム参加国への指定基準は移民国籍法の217項で定められている。その基準はパスポートの安全性と非入国移住者ビザの非常に低い拒絶率に基づく。2015年4月現在38カ国が VWP 参加国に指定されており2016年4月1日より参加国にはバイオメトリックパスポートの取得が必須条件となった。 欧州アジア南米オセアニアギリシャは2004年5月1日の3カ国拡大前の欧州連合15カ国中、米国入国にビザが必要な唯一の国であったが、2010年4月5日より VWP 適用となった。スロベニアは新しく指定された10カ国の中で2008年11月17日の大量指定以前に VWP メンバーになった唯一の国である。 以下の9の国と地域が候補国である。2009年11月28日より、グアムと北マリアナ諸島に45日以内滞在する場合に、限り、グアム北マリアナ諸島ビザ免除プログラムが利用できる。対象国籍は以下の通りである。このプログラムを利用する場合、エスタの申請は不要であるが、I-736 を提出する必要がある。 I-94 は2018年1月より提出が不要になった。また、中国国籍者は北マリアナ諸島のみ45日以内の臨時入国許可が出る。アメリカ領サモアの出入国証印。アメリカ領サモアはアメリカ本土とは異なる独自の出入国管理制度を行っており、米国市民権保有者であってもアメリカ領サモアへの渡航の際にはパスポートが必要となる。 アメリカ領サモアの自治政府は、米国市民権保有者とビザ免除指定国の国籍者、及びカナダ、パラオ、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島の国籍者に対しては30日間のビザ、免除措置を行っており、その他の国の国籍者に対しては、到着時に入国許可証を発行している。VMP 参加国ではないが、2国間の協定や自由、連合名約などの理由により、 以下の8つの国と地域は、米国のビザが免除されている。2016年1月21日、テロリスト渡航防止法の施行に伴って、ビザ免除プログラムの改定が行われた。この改定によって、イラク、イラン、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、イエメン、北朝鮮の8カ国に2011年3月1日以降、渡航、または滞在したことがあるもの。 およびこれらの国々との二重国籍者はビザ免除プログラムの対象外となった。ただし、公務や人道支援活動、報道、合法的な商用目的などでこれらの国々に入国した場合は、事前審査を受けた上で引き続きビザ免除プログラムの対象となることがある。連邦政府はビザ免除の適格性をいつでも取り消すことができる。通常これはある国の市民が 米国での不法労働や不法な滞在延長など、VWP の制約に違反する可能性が高いと連邦政府が判断した場合に行われる。以下は取り消しの実例。ありがとうございます。